はい、今回はですね、こちらのオオスズメバチの標本を使っていきます。もう乾燥しているので、もう標本になってるんじゃないかなと思います。完全にね、もう乾燥してますね。では今からね、昆虫針を外していきます。ということでね、もう乾燥してるので、昆虫針ね、外すときは緊張っていうかね、丁寧にね抜いていってください。ちょっとでもね、コツンとね刺激があると、パーツがね折れてしまう可能性があるのでね、注意してください。完成しましたね。こちらが立体のね、標本になります。こちらオオスズメバチの立体の標本ですね。今からこちらのね、立体標本をまたね使っていきます。はい、じゃあね、前回ね作り上げたドライね盆栽を使用します。はい、こちら、はい、レジンですね。こちら今からね、こちらのレジンを使います。はい、こちらの流木にレジンを少しね取り付けていきます。塗り終えましたら、次はこちらですね。こちらのオオスズメバチの標本を取り付けます。はい、ブラックライト当ててね、今からね固めてしまいます。はい、一旦ねこんな感じでね取り付けが完了しました。そしてね、次にやることはこちらです。ドライキノコですね。ドライキノコを先ほどの立体標本のところに、はい、取り付けます。ブラックライト当ててね取り付けていきます。はい、次にですね、ドライ木の実をね使用します。はい、こちらドライ木の実をですね、鳥の巣の上に置いて卵をね表現させていただきました。こんな感じ、卵の感じになっておると思います。ということで、こちらですね、はい、立体のね巣、オオスズメバチにねドライキノコを持たせて傘代わりにさせていただいております。まるでね、スズメバチが傘を差している感じになっているんじゃないかなと思います。ということで、ちょっとねしばらくお楽しみください。